い、これぐらいですね。蓋表を返しながらカリッと香ばしく焼き上げてください。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、最近流行りのライスペーパーを焼いて作るめちゃくちゃ面白い一品を紹介させていただきます。なんと豆腐をライスペーパーで包んで焼いちゃうライスペーパー焼きやっこです。これがマジでね、面白い食感が楽しめ、お酒との相性抜群なんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。木綿豆腐1丁。今回は業務スーパーさんで買えるめちゃくちゃ安い340g ある木綿豆腐使いました。こちらね、あらかじめキッチンペーパーなどに包み込んで30分ぐらい重しをして、しっかり水気を切っておいてください。はい、ライスペーパー、生春巻きの皮ですね。こちらはまあ3、4枚。この後ね、生地を作って包み込んでいくんで、その大きさに合わせて適当に用意してください。シュレッダータイプのチーズ 50g、 濃い口醤油大さじ1杯、刻みネギ適量、もうパサッとね、一つまみぐらい、おろし生姜少々、かつお節、これも適当にバサッとね、一つかみぐらい、だいたい5グ。材料は以上です。はい、まずは適当なボウルを用意していただいて、しっかり水切りした木綿豆腐、そしてチーズ、おネギちゃん、お醤油、あいやと鰹節なんですが、これ細かく潰して加えてください。できるだけ細かくね、ぐっちゃぐちゃに潰してから入れると全体的に絡みやすく、こう固まらないので、仕上がった時の食感がマジでいい感じになっちゃう。はい、こんな感じで細かく潰してから加える。あとはこれ、しっかり豆腐を潰しながら全体的に混ぜ合わせて、できるだけ滑らかな状態になるように、ほんとめちゃくちゃ混ぜて生地を作っちゃいます。はい、今回のお料理ね、ライスペーパーに包み込んで焼く感じ、これがマジでね、食感も面白くて食べ応えが出てむちゃくちゃ美味しいんで、マジ作ってみて。最近流行っているいろいろなライスペーパーのレシピからね、ちょっとアイディアをいただきアレンジしてみました。あ、生姜入れんの忘れてました。生姜も適当に入れてください。もう好きな方はたっぷりいっちゃおう。そしてこんな感じでしっかりと混ぜ合わせて、ポテッとしたね、いい感じの滑らかな状態にしっかり混ぜ合わせてください。これ生地完成です。今回はこいつをライスペーパーに包んでカリッと香ばしく焼き上げるだけで、いろんな食感が楽しめてマジでやばい。お次はライスペーパー、これね、お水やぬるま湯にさっとくぐらせて、少しね、柔らかくなったかなーっていうぐらいで引き上げてください。はい、こんな感じですね。ちょっと柔らかくなったかなっていうぐらい、あんまり水で戻しすぎるとべちゃべちゃになって作業しにくいので。はい、とりあえず乾いたまな板や湿らしたキッチンペーパーの上に乗せる。そして先ほど合わしといたこの生地を3等分か4等分ですね、これ適当で OK。 こんな感じでライスペーパーに乗せていただいて、ぐるりと包み込みます。両サイドから行きましょうか。こんな感じでライスペーパーでくるくると巻いて包み込んでください。はいよ、これぐらいね、結構大きめにしとく方が食べ応えが出て最高。ということで、この生地全部使って何個か、まあお好みの大きさにライスペーパーで包み込んでください。はい、こんな感じですね。今回4つ分できました。もうこれ大きさはね、適当で構いませんので、いい感じの状態に生地をライスペーパーで包み込む。はい、次はフライパンに油をなじませて、弱火で全体的にしっかり温めてください。おすすめはごま油、めちゃくちゃ風味よく仕上がります。はい、いい感じに全体的に温まったらライスペーパーを入れてください。この時ね、ライスペーパー同士がひっつくともう剥がれなくなっちゃうんで、できるだけ間隔を空けて入れてください。
あとは弱火のままで構いません。時々ね、転がしながら表面が全体的にカリッと香ばしくなるまで焼き上げるだけです。はい、30秒ぐらい動かさずに焼いたら、こいつをくるっとひっくり返す。よいしょと。ほんとね、じっくり焼いていかないとライスペーパーがね、破けちゃうので、弱火でじっくりいって全然問題ないです。カリッと香ばしくなるまで焼いちゃいましょう。よいしょ。あ、うまそう。はい、これぐらいですね。裏表を返しながらカリッと香ばしく焼き上げてください。はい、こちらカリッと香ばしく焼けたら、食べやすい大きさに切り分けてください。よいしょ。はい、こんな感じね。あとは盛り付けちゃうだけ。あいよー。カリッと香ばしく焼いて、まあ、食べやすい大きさに切って盛り付けたら完成。ほんとこれがね、生春巻きの顔を焼くと、カリッとしてるところと、もちもちっとしてるところ、そこに香ばしい感じが加わり、中のお豆腐もね、チーズなどをもれてるんで、旨味が効いてガチでうまい。ライスペーパーの焼きやっこです。マジでおつまみになるんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは、キューブポーいただきます。めちゃくちゃうまい。ほんと表面に巻きつけたライスペーパー、カリッと香ばしく焼くことで、なんか面白い食感が生まれて、中の豆腐の生地はね、チーズや鰹節を混ぜ込んであるので、うまみが効いててガチでやばい。うん、しかも豆腐一丁で意外とボリューム感あるんで、おすすめです。ちょっとたくさんできたんで、今回半分だけ食べてますけど、ほんとね、結構なボリューム感のやつが4つもできちゃいました。そして今回のポイントは、ライスペーパーを香ばしく焼くことなんですけど、意外とね、ライスペーパー破けやすくて綺麗に焼くのが難しいっていう方が多いので、コツとしては、慣れるまでは生地を少なめにして、ライスペーパーで包んで巻くときに、ライスペーパーの厚みが出るようにしてください。そうするとね、多少破けてもライスペーパーが何重か層になってるので、綺麗に表面カリッと香ばしく焼くことができます。まあ、もっと早いのは2枚重ねぐらいで巻いても OK です。ただちょっとそれだとね、ライスペーパーいっぱい使っちゃうんで、できたら生地を少なめにして、ライスペーパーをたくさんね、表面にまとわせれるように巻き込む方が作りやすいと思います。大きさもね、ちっちゃくなるんで食べやすいですし、焼くのもその方が簡単です。ただ豪快に綺麗に焼けるようになったら、マジで食べ応えも出てね、これめっちゃおつまみに抜群のやつ。早速飲んじゃおう。はい、ということで今日も乾杯。あー、うまい。いや、もうこんなんビールに合わへんわけがない。ね、ちょこっとした手軽なおつまみとして冷ややっこがあるじゃないですか。豆腐に醤油かけて、ネギや生姜、かつお節。ただ今回はライスペーパーで包んで、そいつを焼き上げた感じと思ってください。マジでいろんな食感が楽しめて、むちゃくちゃうまい。うん、このね、カリッと香ばしいところにライスペーパーのもちっとした感じ、そして豆腐のふわっとした感じにうまみが広がるんで、めちゃくちゃ酒進む。あー、うま。最近ね、ライスペーパー使ったレシピ結構流行ってるんで、今回のこのライスペーパー焼きやっこ、ぜひ作ってみてください。うますぎ。